どうも皆さんこんにちは、イリです。本日8月23日12時よりエクセキューターの試練と海風の輪というイベントが始まりました。期間は8月23日12時から8月30日12時までとなっております。それでは内容を見ていきましょう。まずこの期間中毎日ログインをすると海風コイン5つ、円錐賞400個、レッドコア10個とかなり豪華な報酬がもらえますので、期間中は必ずログインするようにしましょう。またこの海風コインでは1枚につき1回限定のガチャを引くことができます。中には水着のスキンやカチューシャ、レッドコアやゴールドコアなどかなり魅力的なアイテムが配布されるようです。この海風コインは1枚100円水晶で買うことができますので、最大9400円水晶で全て揃えることができます。無料でもログイン報酬の5枚で5回は引けますので、ぜひコメントで何が出たか教えてください。またエクセキューターの試練ではそれぞれフィールドにいる4体のボスを倒すことで活性化エネルギー体を入手することができます。こちらはショップでアイテムと交換することができ、その中にはレッドコアなどもありますので、必ず交換するようにしましょう。1日に得ることのできる活性化エネルギー体は1000枚で、ボス1体につき500枚入手することができますので、最低でも1日2体倒せれば1日分を入手することが可能です。以上が今回のイベントの簡単な概要となっています。少しでも参考になった方はぜひチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。